今日は皆さん、これから私の旅行について発表します。4年前におばさんとジャカルタとボゴールへ来ました。実はボゴールの出身ですが、今、デンパスルに住んでいます。ジャカルタにおばさんが住んでいます。あの時は12月ですから、おばさんとクリスマスをお会いしました。ボゴールでおばさんの大家族と会ったり、集まったり、遊んだりしました。2週間ぐらいジャカルタとボゴールに過ごしました。バリからジャカルタまで飛行機で2時間です。朝11時出発しました。私は何回もジャカルタへ行ったことがありましたが、いつも楽しかったです。午後12時にジャカルタに到着しました。空港でおばさんはもう待っていました。後でレストランにお昼ご飯を食べました。そこで初めてカラットロを食べました。辛くて美味しかったです。もう疲れましたから、すぐおばあさんの家へ帰りました。次の日はモヌメナショナル行きました。広くて賑やかなところです。そこで写真を撮ってゆるゆる散歩しました。午後1時にテミイへ行きました。テミイはインドネシアのミニアチャー諸島があります。そこでインドネシア文化を展示しています。アチェ文化からパプア文化までです。午後4時に電車でボグル駅来ました。ボグル駅に到着した後で、おばさんの弟の家へ行きました。おじいさんは、優しい人です。お金持ちですから、おじいさんの家へ来た時、いつも小遣いをもらいます。本当に嬉しかったです。お金持ちでも、いつも他の人を手伝います。ボゴールで大統領の宮殿に行きました。そこで鹿がたくさんいます。宮殿の外で、人参売り手がいます。売り手に人参を買って、鹿に食べさせました。実はぶっちゃけ行きたかったんですが、喘息がありますから、できませんでした。ですから、近くの親水公園へ行きました。泳ぐのが好きですから、楽しみました。5、6日間ぐらい、おばさんの2番目のうちに、弟、2番目の弟に、うちに泊まりました。おじいさんの息子さんは私より1歳年下で、娘さんは私より1歳年上ですから、本当にびっくりしました。娘さんは今、パクワン大学の日本文学科の4年生です。もう12日に空港へ行く前にお土産を買ってきました。ソフトケーキとウベのスポンジケーキ、を買いました。ちょっと遅かったんですから、すぐ午後へ来ました。午後4時にバリへ戻りました。長い旅行で疲れましたが、とても楽しい旅行でした。またジャカルタとボゴールへ行きたいです。それで私の旅行の感想の説明を終わりました。ありがとうございました。